ただいまご紹介がありましたように、このたび国家公安委員会委員長、および公務員制度改革担当大臣、また拉致問題担当大臣を仰せつかりました中野寛成でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず就任にあたりまして、菅総理から指示をいただきました4項目、簡単にご披露申し上げたいと思います。国民の安全を確保するために、治安の確保に全力で取り組むと、また、機密情報の漏洩事案を踏まえ、再発防止策を講じるように、2番目に、公務員の天下りを根絶し、公務員が真に国民の奉仕者として能力を発揮することで、効率的で質の高い行政サービスを実現できるよう、国家公務員の労働基本権に関する措置を含めた公務員制度の抜本的な改革を進めること、3番目に、国の責任において、拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くすこと、この3点について指示を受けました。また、2番目の公務員の件につきましては、官民人材交流および再就職等、監視の組織等の見直しに関する事務を合わせ担当をするようにということでございました。政府の治安対策の責任者として痛感をいたしますのは、国の一番大きな役割の一つが、国民生活、命と、そして人権と財産をいかに保全をしっかり進めていくか、このことが大事であると考えております。また同時に、この機関は、実力行使を伴う機関でもありますから、うっかり間違えて行使をしますと、諸刃の刃的な部分があることが否めません。よってこれは、間違いは片時も許されないというふうに申し上げなければならないと思います。基本的に、自治体警察でありますが、地方自治体のご協力も得て、国民、市民の安全を維持するために、全力で、頑張っていかなければいけないと思います。また最近は、刑法案認知件数が8年連続で減少するなど、改善傾向も見られますけれども、しかし、新たな事件、特に子どもや女性が被害者となる凶悪な事件も続発をいたしておりますし、またサイバー犯罪や犯罪のグローバル化等、新たな脅威に直面もいたしております。これは予断を許しませんので、これらのことにつきましても、事業を維持することのない対策を講じていく、そのことが必要だと考えております。また、公務員制度改革は、公務員がやりがいを持って存分に能力を発揮できる環境を作る、そのことが必要であります。国民のニーズに合致した効率的で質の高い行政サービスを実現を図るとともに、縦割り行政や天下りに対する国民からの厳しい批判に応えていく上で、大変重要な課題でもあると思います。現在、検討中でありますが、幹部人事の内閣一元管理や、退職管理の一層の適正化、自律的労使関係制度の措置など、公務員制度の全般的、抜本的改革を実現するための法案を今、用意をいたしておりますが、通常国会に提出すべく、準備を急いでまいりたいと思っております。この自律的労使関係の制度など、ある意味、人事院制度の廃止までも伴う大きな改革、これは現行憲法が制定された当時にも、公務員の労働基本権の問題については、かなり話題になった、議論をされた、古くて新しいテーマでもあるわけでありまして、これに今、手を加えることは大変大きな改革を伴うことになりますが、全力を尽くして頑張ってまいりたいと思います。拉致問題担当といたしましては、北朝鮮による拉致は、
我が国に対する主権侵害かつ重大なそして悪質な人権侵害であります。拉致被害者のご家族はご高齢であり、被害者の救出は時間との戦いでもあります。お気持ちは、私自身も私事で恐縮ですが、横田めぐみさんと同世代の娘を2人持っておりますが、その子の親として、その憤りやるせなさ、そういうものを痛切に感じるところでありまして、この救出のために全力を尽くしていく必要があると思います。拉致問題対策本部を中心といたしまして、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて、なお一層の力を注いでいきたい、このように決意をいたしている次第であります。いずれにいたしましても、菅内閣の一員として、精一杯進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。中井国家公安委員長時代に、特に情報収集に力を入れる新たな施策を講じ、そしてまたそれがある意味大変多くの情報も得られて成果を上げつつあるというふうに受け止めております。たびたび担当者が変わるということについては誠に申し訳ないことでありますが、これは単に大臣が誰であるということではなく、日本の国家の意思として、国の責任において全力を挙げて取り組むべき内容でありますから、そういう意味でこれからも私自身もより一層成功を傾けて頑張っていきたいというふうに思っております。はい、はい、産経新聞の村上といいますけれども、はい、同じくの拉致問題についてお伺いしたいんですけれども、はい、これまでのですね、拉致問題対策において何が欠けていて、それについては大臣はどのようにこう向き合っていきたいというふうにお考えなのか、それをお聞かせください。はい、これは相手が北朝鮮という独裁国家、いわゆる我々民主国家、日本にとっては大変理解しがたい、またまさに菅総理の言う不条理の塊のような国家であるというふうに言わざるを得ません。これを相手に民主的な方法で対応するということは、なかなか困難を伴うものでありますが、アメリカや韓国など、そしてまた引いては国連の協力も得ながら、我々としてはいわゆるよく言われます圧力と対話、それはしかし生ぬるい対話で問題解決するとは思いません。時には制裁措置今やっておりますけれども、これらのことについても単に二国間だけのこととしてではなくて、他国の協力も得るなど、あらゆる考えられる手段を構築しながら頑張っていかなければというふうに思っているところであります。はい、それでは時間ですので、これで、あ、じゃあ最後、はい、お願いします。手短でどうぞ。横田と申します。菅総理から就任の依頼を受けた際の感想を教えていただきます。はい、ご質問の趣旨を十分に私が理解しているかどうか分かりませんけれども、率直に言って大変内外ともに日本が置かれている状況、それから現在の我々の政権が参議院選挙によっていわゆる逆ねじれを起こしたことによる国会対策上の困難、それらのことを考えますと、大変な時に重責を担わせていただくことになったというふうに感じましたし、もし私に指名された理由の中に、私のささやかな今日までの経験を総理が評価をし、何らかのお役に立つという評価をされたとすれば、そのご期待に真剣にお答えしなければならないという決意を新たにした次第であります。予想されていました。
実は予想をしておりませんでした。はい、以上をもちまして中野大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。